2024年の8月の28日、今日角田光代さんの対岸の彼女っていう本を読み終えて面白かったですね。まあ、女性主人公の目を通して女性の人生の難しさみたいなところが一部記載されているので、まあ女性向けの本でもあるのかなって感じするんですが、まあ男が読んでも面白かったです。特にその人間関係の距離感みたいな場所だったり、なんかその尊敬していたものへの幻滅とか、いろいろな描写が共感できるような部分もあって、まあ面白かったですね。結局その他の人にどう見られるかとか、理解されるかどうかっていうものと別に、自分がその大切と思えるものを持てるかどうかみたいな、そういうメッセージがあるのかなっていうふうに感じました。まあ、あとはいつも通りスマホゲーム触ったり、株のトレードしたり、ゲーム業界の勉強を少ししたりしたんですが、今のそのスマホゲームの世界って特に開発費が高騰していて、中国の大きい会社がすごい綺麗なグラフィックのゲームをたくさん出したりしてるので、一般のユーザーが求める期待がすごい高まってるのと、まあそもそも今まで出てきた面白いゲームっていうので可処分時間が奪われてるから、新作のゲームで成功させるのが難しいって話なんですが、でもまあスマホゲームばかり作っている会社っていうのがたくさんあって、その株価っていうのもついていて、つまりそのみんな売りたいと思ってるほどじゃないっていうのが、なんかある種市場が歪んでるような感じがして面白いなっていう印象でした。ニュースとしては、杉薬局の調剤ミスの後死亡した女性の遺族が杉薬局に対して賠償を提訴したという報道がありました。以上です。